こないだはチョコをありがとう。そんな話をするために綾小路くんを呼んだわけじゃないんだけどな。バレンタイン前に串田から提供された情報は正確だった。桐山副会長にはこの情報を掲示板に書き込んでほしいんです。一ノ瀬を救うために。だが発覚すれば生徒会の信頼はガタ落ちになる。そうなれば誰よりも南雲生徒会長がダメージを受ける。歓迎すべきことと思いますが。その時に断罪されるのは俺だ。あなたがここでノーと言えば、すでに南雲に取り込まれている人間として元生徒会長に報告することになるでしょう。いいだろう。お前に大きな貸しを一つ作っておく。助かったよ。役に立ったなら何よりだよ。じゃ、分かってるよね。ああ、今情報量を振り込んだ。確認してくれ。バッチリだね。今後も俺に入ってくるポイントの半分を譲渡する。それでいいな。うん、この入金がある限り私はあなたに敵対しない。さすがだね、綾小路くん。堀北さんとは全然違うね。これからもよろしく、かな。坂柳の挑発に乗ったことも一ノ瀬を救うことも過程に過ぎない。俺が一連の事件で知りたかったことはただ一つ。櫛田桔梗の持つ情報の量と質、それを確かめ退学させるためだ。